高原しぐれでございます。ということでですね、本日はなんとこの、私タクショ高原しぐれがですね、ただただオタク人生をかけてひたすらに集め続けてきましたグッズを紹介しているだけのこの動画、なんと本当にありがたくも300回突破しました。ありがとうございます。すごいね、300回。もう毎回見てくださったり、いろんなコメントくださってる皆様のおかげでございます。ありがとうございます。ということでですね、300回なのでちょっとですね、内容盛りだくさんにできたらいいなと思いながら、お送りしたいと思います。ということでですね、目の前に今こちらドーン、あ、1個転がってた、コナンのガチャでございます。こちらを開封していきたいと思いますが、300回なのでなんと一気に全部開けていたいと思います。この子よく落ちる。はい、ということでですね、こちらがですね、名探偵コナンスイン、名探偵コナンスイング2016ということで、今が2017年なので昨年のガチャになりますね、こちらを。あ、待って、やめよう、今ちょっと目が合ってしまった。はい、開けていきたいと思います。仕切り直し。これ、はい、開けました。こちらがですね、2016名探偵コナン、おーおー、なるほどね、2016ということなので純国のナイトメアに関するキャラクターたち。え、嘘でしょ、純国のナイトメアの時の、去年2016年にやったやつですね。まずこちらがすごいね、純国のナイトメアだから初っ端にジンが出てくる、この感じ。あ、こっちからなのかな。2016名探偵コナンスイング、2016名探偵コナン、ちょっと待って、くしゃみが出る。はい、失礼いたしました。で、コナンとシーツとアイちゃんとキッドと、そしてジーンがありますので、これ全部で1,2,3,4,5開けていきたいと思います。あのね、ごめん、初っ端でジーンが出た。いや、ジーンだわ。すごいすごい、映るかな、ちゃんとここにね、わかるわかる、このちょっとこの肌の色と違う色がちょっとここに映ってるじゃん。これあの赤江さんがシュッてやって、痛い、赤江さんがつけた弾丸の傷跡ですね。治らないんだね。ふう、いつまでたっても治らないんだね。ふうふう、素敵だわ。素敵だわ。ということで、まずジンですよ。ジンでしょ。さて次、これなんだ。これさっきポイしたやつな気がする。ポイっていうか一回置いたやつなんで、もいい、開けよう、開けていこう。でもね、300回、今ごめん、3000回って言っちゃった、あの夢を語ってしまった、ね、もしね500回ぐらいまで続いたらね、ちょっとクラッカーとかでねお祝いしたいなって。さすがにちょっと本当に見てくださってる皆様のおかげになるので、感謝の意味も込めてお祝いしたいと思うんです。さあ次、こちらがドーン、灰原の愛ちゃんです。そしてこれ全部揃ってるんじゃないか、全部揃ってるんじゃないかな。と、ジンでしょ、愛ちゃんでしょ。愛ちゃんね、なんかさっきからカプセルから出るんだよね。なんか一箇所にとどまっていたくない子みたい、出るね。さて次行こう。え、そしたらこうがいいな。最近
あえちゃんとコナンの組み合わせでよく出てくる方なんですけれども、こちらがですね、ででーん、キッド様。しかもさ、こうしてるの、こうしてるキッド様なかなかないよね。かっこいい。しかもウインクだわ。こっち、こっち、キッド様当たりました。そして次、こちら、キッドといえば顔がウリ二つな、このお方。てかでーん、キッドがこうだったんだけど、こうだね。工藤新一当たりました、当たりました、工藤新一が出ました、ウェーイ。そして、そして、まあ、工藤新一といえば、いい流れじゃないすごい適当に開けようって決めた流れだけど、ね、しんちゃんもさ、あの一つのカプセルにとどまって、あのなんか出てくるんだけど、この子も一箇所にとどまれない子みたい。そうね、さすが。会えてもすぐどっか行っちゃう子だね。さあ、そしてこの番組には欠かせないお名前が冠名になっており、番組名になっております。その主人公新一の仮の姿、ポッケに手突っ込んでるコナンさん。ちょっと頭大きいね、この子。コナンさんでございます。ということで、こちらです、コナンと。全部モテるかな、コナン、新一でね、カメラ向けるわ、頑張って。コナン、新一、キッド、キッド様。ちょっとね、しばらくこうキッド見てないなって思い始めてるので、ごめん、ちょっとさ、これは顔がっつり見えるじゃん。これかっこよくない？え、かっ、う、おー、この角度最高。この、こっから、こっから上がハットで見えなくて、こういう感じ。こっから上が見えなくて、こういう感じ。え、かっこいい。はい。新一、え、コナン、新一、キッド、そして、アイちゃん。いけるかな？アイちゃん、そして黒の組織のジン、こちら5種類ですね。コンプリートできました。ということで、目立てコナンスイング2016、今自分の髪の毛いい匂いした。全然関係ねえ。はい、ということでございました。わー、まさかね、100回超えた時点でもすごくびっくりしてたんだけれども、100回も続くんだこの番組と思ったんですけど、まさか300回もできるとは思わずですね、本当にありがたい限りでございます。なんかもう結構くだらないことばっかり言ったりとかね、コメントをいただいても、なかなかお返事ができなかったりとかして、もどかしい気持ちではあるんですけれども、どっかでね、いただいてるコメント全部、お答えしたいなとは思ってるので、なんかどっかでそういう機会が持てたらいいなっていうのを今ここで初めて言っています。ちょっとね、どっかそういう機会、例えばブログでもいいし、ツイッターでもいいし、そういうところで答えてきたらいいなと思っております。いただいてるコメントは全部読んでおりますので、どうぞ今後もですね、まあ、いろんなご意見、本当にもう何でも、まずコメントいただけることが嬉しいですし、見ていただけることがとても嬉しいので、これからもどうぞ、こんな見た目も子供、中身も子供の高原でございますが、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。もし500回とか1000回とかね、続
づくようでしたら、その時は皆さんで一緒にお祝いしましょう。では300回超えましたので、ありがとうございました。高原でした。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。高原でした。